りとりもいリオの街からハルバーグ踊れサンバカニバエビバリ行きましょいザ・浅草チャンネル2時に夢中拍手が多いよ今日嬉しいね、はい、12月17日月曜日、はいはい、こちら CA 部からザ・浅草チャンネル2時に夢中、はい、始まりました。提供ははい、協同組合浅草おかみさん会、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。今日ね、これそうそれね、東京おかみさん会、ね、東京おかみさん会 ね今日はあの浅草浅草寺で今2人ともあのちゃんと昨日あのあれしてきました、用意してきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ね、本日は年の市、今日から始まりました、ね、年の市、羽子板市のことね、年の市ってご存知ない方のためにね、はい、年の市って言うんですけど、はい、今日から始まりまして、はい、浅草浅草寺境内で始まりました、はい、17、18、19、はい、明後日まで、ね、はい、夜ね、大体8時ぐらいまではい、やってますのでね、はい、あのぜひね皆さんいらしてください、お願いします、はい、そして私たちの振り返りコーナー、はい、あれですよね、ね、オーレーですよね、ね、あんまりオーレーって感じのじゃなかったかな、うん、なんかあのは、AYI 曽根崎真珠、はい、宇崎竜童さんのね、さんとアギリョーコさんのプロデュースで、アギリョーコさんご夫妻のプロデュースで、はい、で、あの、佐藤ひろきさんと限った真由美さんの、ね、バージョンを見てきたんですね、はいはい、であの出演の歌なんかはね、あの萌えちゃんのお坊ちゃまの三浦雄太郎くんが歌っていて、ね、最後ね出てきましたよね、そう、雄太郎さんがね、三味線から何から超一流の、いや私はね、あの津軽三味線やばっ、なんかすごい感動しました、ね、感動しましたね、あれで、でもあのあんまり本当に津軽三味線ちょっと弱めな、ちょっと弱めなんですけど、あの人たちはすごい上手い、すごいし、あれにフラメンコの振りって合うんだなと思って、うん、合っちゃってましたね、素晴らしかったですね、そう、まだやってるんですね、うん、あれまだね20日までです、素晴らしい、はい、20日まで新国立劇場中ホールで、ね、うん、はいはい、こちらの浅草おかみさん会が大変応援しておりまして、はい、宇崎さんと恋にしておりまして、はい、大変応援しておりまして、はい、みんなで見に行ったんですが、うん、あの県がいっぺんには取れなくてね、はい、13日組とかね、13日組、14日組、ね、すごいことが起きたんでしょ、14日組、14日は天皇皇后両陛下が、第2部から、はいはい、あのいらっしゃいまして、はい、あの展覧感激が、もう芝居でもう、ね、あの素晴らしい、ね、両陛下と共に感激ができたということで、一生に一回あるかないかのことでしょ、もう私びっくりして、もうちょっと退任され、ね、ご退任されるっていうから、うん、もう少しお元気がないのかなと思ったら、うん、超元気、もう全然お元気で、なんかもう皆さんあの昭和一桁の方がうるうる泣いてらっしゃいました。あ、だってもう一緒に、あのお姿を見て、ね、泣いてらっしゃいました。それでそのすぐ ねすぐ横のねお席にね、うん、あの今日のねゲストの方も所属する、はい、松竹株式会社さんの、あの阿鼻子副社長もいらっしゃいましたし、うん、なんとなんと、うん、今日のゲストの方が前、はい、あ1月今年の1月に主演されました、はい、家族はつらいよの山田洋次監督、もう立って拍手されてました。素晴らしいですね、皆様お元気ですね、本当に。私はねこの、あの浅草おかみさん会の会長とともにお隣の席で見てたんですけどお元気です本当に、皆さんね、その世代はね叶わないです、オーバーエイティにはかなわない、叶いません、ね、はい、本当素晴らしかったです、うん、あのぜひね、まだお席が多少あるみたいなんで、はいはい、あの行かれる方はぜひ、はい、あのいいと思います、はい、本当にあのまたとない ね、 ね、本当に素晴らしかった、フラメンコも素晴らしかったですよね、うんうん、素晴らしい、びっくりしました、そうなんです、うん、それ素晴らしいといえば、もう今日はもう素晴らしいゲスト、そうなんです、もうんそれでね、今日はだからその、だって朝からちょっと様子がいつもと、もう昨日の夜からちょっとなんか眠れない夜っていうか、うん、ちょっとなんかもう本当に緊張しちゃって、はい、あんまり緊張しない方なんですけど、ちょっと私今日は緊張しております、はい、失礼があったらいけないと思うんですが、まあ、許してくれる優しい感じで、ね、後からなんかあれされちゃったりしてね、もうあの番組の関係者と会わないとか言われちゃったりしてそんなことはねないかもしれないけど、あるかもしれないし、わかんないですけど、あのですね、はい、あの劇団新派、はい、大好きな私たちの大好きなお芝居、はい、劇団新派の、はい、所属されまして、はい、今年で3年目ですか、3年目ですか、3年目なんですね、はい、はい、であの元々歌舞伎から劇団新派に移られました、はい、2代目北村六郎嬢、お願いいたします、はい、こんにちは、
さん、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。もう肩私もスタンディング、もうスタンディング、もう陛下と同じ本当にね、もう陛下ありがとうございます。陛下ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もう言葉が詰まっちゃってないよ、ね、大丈夫、宇田川さんがリーダーなんだからそうですよ、そうなんです、はい、本当にありがとうございます。もうずっと念願で、私たち番組始めたのはまだ1年半ぐらいですか。そう、1年半ぐらいですね。なんですけど、はい、私その前から浅草じゃないチャンネルここでやってまして、はい、で浅草って言ってチャンネルを始めて、ええ、もうずっとお呼びしたいけどちょっともうなんか高嶺の花だみたいな、恐れ多いですよね。恐れ多いと思って、うん、もうありがとうございます。お忙しい、今ですね初春新花形新波公演、ね、はい、日本橋、はい、こちらのお稽古中のところ、はい、お忙しいところをありがとうございます。無理やり、はい、いらしていただきます。いえいえ、はい、無理やりだなんて、とんでもない、もう本当に絶賛お稽古中ですけども。そうです、絶賛お稽古中、頑張ってやってまいりました、北千住に。今ね、真ん中のこちら日本橋のね、はい、真ん中にいます、桂木さんのお役をおやりになる。はい、はい、神々、はいはい、どうですか、お稽古は順調ですか。僕は8年ぶりかな、平成23年に、はい、初めて新波に参加させてもらったお芝居なんですけど、またその時ともまたちょっと趣向を変えて、まあ、去年からの江戸川乱歩の黒トカゲや、はい、そうですね、行きましたね、はい、行きました。先月の犬神家の一族の、はい、まあ、演出法もちょっと駆使して、はいはい、でちょっとテンポも上げるところとか、はい、あとはちょっと原作に近づけるセリフもいくつか散りばめて、非常に泉教科書を強く、じゃあ今までの日本橋とはまたさらに、そうですね、少し変わったっていう、変わりましたけども、でも泉教科の大事なところは残しつつ、うん、また平成23年の時よりもブラッシュアップして、多分そんな出来になるんじゃないですかね。もうこの日本橋という作品は新波だけでなく映画化もされてますもんね。そうですね、市川崑監督でやられてますし、まあね、非常にテーマがね、普遍的ですよね、愛憎劇というかね、まあ、若気の至りの僕は恋愛劇って自分の中では位置づけてますけども、なんかそんな感じで、非常に最後も、寂しいんだけどもなんか清々しさが残るっていうか、すごい素晴らしい作品だなって改めて思いますね。でお相手役は、はい、かわいい、はい、川雪之丞、はい、共に市川猿翁の下で、修行してきた、ね、歌舞伎の時は市川俊猿という名前だったんですけど、ね、はい、俊猿さんね、はい、お綺麗よね、はい、うん、ありがとうございます。美しいですね。そしてまた高橋恵子さん、はい、ね、このポスターもまた綺麗ですね。恵子さんはね、そうなんですよ、僕がその初めて参加させてもらった8年前の時も、はい、やはり同じお役の清葉で、はい、でその間日生劇場で一度玉三郎さんがおやりになってる時も、はい、やはり清葉役は玉三郎、はい、高橋恵子さんですね、はい、ですので恵子さんは3回連続で清葉をおやりになるという、です、もうベテランですね。そうですね、はい、本当に僕は姉の面影を慕って、はい、清葉に惚れてしまうんですけども、はい、まさにそういう普段も、はい、僕も子供の頃から関根恵子さんの頃から、はい、大好きだったんでね、はい、そうやはりなんて言うんだろう、そう、関根恵子さん ね、うん、ねお綺麗ですね。高橋監督と結婚されて、はい、高橋さん、はい、非常に憧れてた存在だったので、桂木心臓と非常に役柄とね、自分の、はい、自分の、うん、プライベートがちょっと被っちゃったなみたいな、ちょっとそれは楽しみですね、はい、ねあと勝野秀さんも出るんですね。そうですね、この笠原巡査の役っていうのはもともと九州男児なんですよ。九州というか、薩摩の、はいはいはい、ね、薩長の人たちが大体こういう警官とか偉いところにポストにつくわけですよ、はい、で勝野さんは熊本出身なんで、非常にだからその辺も勝野さんのその素というかそういうものを活かせる、ご自分でもおっしゃってましたね。勝野さん自身が九州のご出身なんですね。そうなんですか。阿蘇だって言ってましたけど、僕俳優になって初めてかもとおっしゃってました。その役柄と自分自身が被るっていうのが、だからそれも楽しみですね。それも本当にだからそういう意味でね、非常にバランスの取れたいいお芝居なんじゃないかなって。そうですね、はい、あとね、新波の田口さんもね、はい、になって、はい、
あとあの河合優希さんまたすごいですね。優希もあの一応女方としての落ち手っていうのは60何年ぶりなのかな。あ、はい、翔太郎さん以外以来ですか。花木翔太郎先生の後に一度大谷先生の、あるんですか、あのお弟子さんか部屋子さんだったかな、ね、なんか全て楽しみですね、はい、もう宇田川さんは美香さんは1月ですよ。1月3日行きます。3日と3日に今もうお手配済みは3日と22日とみたいな、あと中日ぐらいにもう1回みたいな、はい、ありがとうございます。そうですよね。嬉しいです。そう、はい、そうなんです。それであのいや楽しみですね。日本橋でやる日本橋、はい、そうなんですよ、ね、そうなんです。なるほど。日本橋、そうなんです。日本橋三越の中に三越劇場がありますので、でよく間違ってね、あの三越劇場どこよってあの知り合いから電話かかってくる時あるんですよ、はい、ただ銀座4丁目の三越に行ってたっていうね。よくそういう方いらっしゃいますよね、よくある、よくあるあるなんですよ ね、 すね、少し本店の方ですよね。そうです、本店の上 の、 上 の、 あのすごい昔からある、ね、はい、劇場というか6階ですね、うんうん、6階もう文化財になってますからね。そうすごいですよね、あの壁面話が飛ぶんですけど、はい、その劇場をそのままの空間で生かしたあの黒トカゲ、はい、飛ぶよ飛びます ね、 ね、劇場がそのままはーって思って、はいはいはい、あれなんかトークショーで初めて分かったんです私、はい、そのまま、はい、その空間を利用してあのね、あのセットなんか大道具さん、大道具なんかをやってるっていうのが、あのトークショーで聞いて、私あの六郎さんの顔しか見てない、あんまり大道具とかちゃんと見てないちゃんと見て、そしてあトークショー聞いて、あそうなんだみたいな、はい、そうだったんです。すごいです、あれもすごい、ね、すごい考え、あれは本当にコンセプトとして、うん、あのやはり何年か三越劇場でやらせてもらって、ね、とにかく袖もない裏もない、うん、上もない下もないっていう、非常に限られた空間の中で、うん、いかにしてそのスピーディーに転換ができるか、うん、でせっかく劇場 の、 あの客席の空間が非常に素晴らしいんで、それも全部一気に取り組んで劇場全体もステージにしたいっていう合言葉はそれだったんですよね、でもあの、まあ、一応僕が提案させてもらったんですけども、はい、まあ、それで大道具の左の、まあ、よかった言ってでもあの意外とそれが好評を得ましたね。いや私すごい、その後からはあのトークショーの後にもう一回見た時はもうそれ今度それが気になっちゃった、はいはい、あそれがそっちの方に目いっちゃいますよね、うん、僕はね鏡張りでやろうかなと思ったんですよ。だからもう全面舞台の中を箱、うん、一つの箱にして、なんか演出とかね、はい、すごい、もうなんかそうですよね、なんか演出兼出演みたいのもね、なんかねそんなことばっかり考えながら、あのその年の1月に花岡製紙の妻をやってたんですけどね、はい、そんなことばっかり考えながらずっと舞台にいたんで、うん、こうやって寝転がって上を見ると釣り物が見えますよね、であそこに何をどの何か釣り物をしてどういう風にしようかなとかね、そんなこと考えたらねセリフわかんない自分からこけてる、そうなんです。いやすごい、はい、でもあれですね、花岡選手も素晴らしかったんですけど、一番最初にあの市川月之助から北村六郎になるって一応決まって、もうそうなるんですよみたいになってからは糸桜ですか、一番最初の、糸桜は僕の審判入団の入団して、その後襲名したんですね、はい、そうです、そうでした。その糸桜のお写真が出ましたでしょうか。糸桜はね、あの川竹木阿弥さんのね、はい、あの、はい、出ました、そうです、はいはい、木阿弥の、娘の物語ですね、そうですね、この方がね、はい、波野久里子さんが、はい、でご結婚なさらなかったんで養子を取ったわけですよ ね、 ね、でその養子が僕 で、 でやはり歌舞伎の狂言方として生きていくのかと思いきや、いろんな、その人生模様というかね、また戦前か の、 あの関東大震災だとか、そういう時代背景をもとにね、非常にドラマチックでいいお話でしたけど ね、ね、いいお話でしたよね、はい、あとはこれあの大和優雅さんね、そうですね、あの初参加で、出ていただいて、あれはあの、はい、六郎様の奥様もジェンヌ、元ジェンヌですけれど、大和さんは後輩です、はい、後輩だと思います、ごめんなさい、ね、僕あんまり詳しくない、そうですか確か後輩だったと思います、ねね、うちの妻よりもなんかもう本当綺麗な方なんですよ、ね、奥様知ってますよ、だってあの舞台で、あれ、あそうだそう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 二重面相で、はい、すごくあの歌あの、ね、あの私こういうの好きとか言っちゃって、なんかね横でなんか私真剣に見てる、私こういうのは好きとか言っちゃって
すいません、上から目線で。いやいや、とんでもない、とんでもない、ありがたいです、うん、妻に言っときます。そうそうそう、歌とか歌いながら、こう歌いながらそういうの結構、好きなタイプなんで、はい、すいません。でもあれ、上から目線良かったですよね。はい、うん、そう、うん、それがあって、この糸桜があって、はい、これ深川の鈴と2つやった時ですか。これ、いや、これは糸桜1本ですね。深川の鈴はこれ、そうです、これその年の6月ですね。6月、僕は市川月之助として最後の舞台となった、お芝居です。これがね、いいんだわね、はい、ずっとやりたくって。で、私2階から結構ね、あのね、結構大向こうしちゃったんですよね。ああ、この頃から聞こえてました。はい、宇田川さんバンバン、あの見てるところ、あの時代ですか。ちょっとふくよかな方と二人でガンガンやっちゃった。よく あの方と、はい、舞台に届いてましたよ、うん、お声が、素晴らしいお声が。お声、はい、誰かが、私が待ってましたっつったら、たっぷり花が言っちゃったね。新興劇は意外とね、掛け声多いでしたよね。はい、新興劇っていうね、そういう大向こうもありましたし。あ、そうなんですか。はい、新国劇やってるんだから当たり前だろうと思うんですけど、新派って言われるもんですよね、歌舞伎って言ってるもん、ね。こういうお役は本当に、私はあれなんですか、ご自身もお好きですか。僕大好きです。うちの師匠にね、1990年代、何年だったかな、何かの芝居をやってて、一緒にその終演後ご飯を食べた時に、あんた国定中止やったらいいよって言われたんですよ。ちゃんと、もうちゃんと分かってんのね。はいはい、うん、まあ、でも当時その頃ね、僕どっちかというと師匠であった段四郎さんの、代役を務めたりだとか、敵役、大敵の役が好きだったんで。そう、段四郎さんは結構ね、敵、はい、役が多いですけど、ね、大敵の役が多いですね。そうそう、だからだ、それこもう最初からそこで、だから僕2枚目なんてやったことなかったんです、最初は。もう国崩しとか、本当に敵役ばっかりで、なんかそういう修行時代、若い頃は、ね、ご存じない方、今の猿之助、はい、今の現世猿之助さんのお父様です。はい、現猿之助さんのおじさんですね。おじさん、はい、段四郎さんは、あ、段四郎さんはそうです、段四郎さんは現お父様です。猿之助さんのお父さんですね、うん、はい、すごいですね、宇田川さん、私ももう大好きで、なんかそれでまた話が飛ぶんですけど、それで結構見ていたんですが、すね、私がファンになったのは最後の歌舞伎作品の南座の嵐の夜なんですよ。これの前の年ですね。嵐の夜、はい、嵐の夜にの初演のギロなんです。ギロなんです、なんつっちゃって中村獅童さん、狼と、はい、そう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 、はい、でその後中車さんがおやりになって、今、はい、新次郎さんじゃなくて、金之助さんが、はい、おやりな、あ、そうなんですか。そうなんです、初演のギロをやりになって、はい、で私はで京都まで行かれた。私はうん、はい、坊ちゃんの関係で行ってて、こう見てたんですけど、はい、ふわっと花道に出てきた、何と思ったら、もう釘付けになっちゃって、その時からなんですよ。うん、ありがとうございます。もうその時からもう獅童さんに足を踏まれても何も何でも何もかけても、もう一直線にもうね、本当に。でもなんかいつかまたなんか新派で再現とかそういうのもありかなとか思ってるんです。あれですか、うん、ダメですか。いやー、新派だしと難しいじゃないですかね。そうですか、ね、もういや新派に呼んじゃって。ああ、なるほどなるほど、うん、まあでも ね、うん、ね、でも僕の中ではね、本当に思い出深い作品、ね、そうですよね、私もそれでなんか目がハートマークになっちゃって、もう帰りにご一緒にお食事とかしたんですけど、私なんか自分一人でこうなんかってで、携帯を南座に忘れちゃって、携帯落とし、席の下に携帯を落とし、携帯がない、その時だ、その時なんかその有名な話じゃないですか、携帯下に落としちゃって、はいはい、南座に落とした話、ね、そう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 、うん、それで守衛さんが取っといて、はいはいはい、うん、また南座まで戻ってポスター見てにんまりしちゃって、夜中に南座守衛さんに携帯もらって、そうそう、ポスター見てにんまりしちゃってと思って、それからは全作品見てます。あ、もう役者冥利です、ありがとうございます。もう本当に、それがこの間の、うん、そう、またすぐ飛ぶんですけど、飛北千住で、はい、海の上のピアニストという、はい、お芝居をおやりになったんですよ、はいはい、その日にもうその作品だけは見れなかったから、もう超残念で、すぐそこだったんですけどね。そうなんですよ、ここから見えますよ、そうなんですよ、ね、なんかちょっと残念でした、野暮用ができちゃって、なんか残念でしたけどね、うん、なんかすごい好評で再演するかもしれないですか。多分再演するんじゃないですか ね、そしたら松竹のお友達たちに、大津ごもりで会って、そしたら皆さんすごい良かったってみんな言ってました。ああ、そうですか、うん、それもともと日本の物語、え、
イタリアかな。それなんか映画で前。そうです。あのハリウッドでは、ね。あ、そうですよね。あ、映画見たことあります。原作は確かね、イタリアなんですよ、小説は。はいはいはい、でそれをハリウッドで映画化して、うん、であの今回はそのイタリアの原作の方にちょっと忠実に。そうなんですか。で、1900っていう名前なんですけど、へ、あの主人公がね。だからそれをイタリア語でノベジェントっていう。それは北昌かえりさんがおやりになって。で僕は話題の人、話題の人、ね、話題の今入籍しちゃっていきなり、はい、戻していただいていい、いやこの次にね、この次に次行きましょう、次行きましょう、あのこの中字の次は何でしょうか、あ、はい、はい、はい、そうです、有名です、あーすごい凛々しいですね、あの中字の3ヶ月後ですね、はい、はい、にあの北村六郎先生のお名前を、2代目として襲名させてもらいました、はい、で浅草でおねりも、あ、おねりもされたの、はい、そうなんです、はい、で私ちょうどあのおまんじゅう屋さんに勤務してて、はい、叫んだらこっちすごいこっとかなんかもうね、あ、おまんじゅう屋さんからのお酒勤務してたんですけど、もう勤務抜け出しちゃってもう最後あそこの浅草寺の階段のところまで行っちゃって、もう万々掛け声かけちゃって、でもあれですよ、うん、よかったですね、やりまくりでした、もうすごかったです、もう俺ももうなんかね、キチガイみたいだった、いや、クレイジーになっちゃった、クレイジーになっちゃった、ご挨拶が素敵だったのよね、素敵だったですよね、え、僕挨拶しましたっけ、しましたよ、あ、しました、もうほらもう忘れちゃうんですよ、すぐ、どこで挨拶されたんですか、だから階段だよ、あ、階段の戦争だな、しましたしました、お寺ね、あそこの、はい、なんか勤務してるね、そのまま靴いでいっちゃった、っ結構距離ありますよ、あそこから、靴いでいっちゃって、なんか、あの反転借りちゃって、もう一番前の方で見ちゃって、キャッとか、でもあの店の宣伝になるじゃないですか、反転来てたら、あ、そうですね、うん、何のお店の宣伝になるから、よかったんじゃないですか、ね、うん、もう本当に素晴らしかったですよ、はい、ね、もうでもね、この襲名公演は、新橋演舞場と、そうですね、はい、これは今あれ入れたのかな、私、はい、襲名公演はあの演舞場 で、ね、大阪松竹座ね、そうです、演舞場と松竹座と2箇所で、はい、はい、女系図じゃなくて、女系図と、あと振り袖どし、振り袖まとい、深川どしま、深川どしまと振り袖まとい、振り袖まとい、はい、ね、なんかの3本ですね、あと工場があって、はい、あれって昼と夜とかじゃなくて同じの、いや、 昼が振り袖まといの工場、深川どしま、うん、で夜が、工場、女系図でしたね、はい、確か、ね、はい、そうそう、見ました、見てない、すいませんいいんです、これが良かったんだけどとか言っちゃって、これが良かったんだけど、襲名は一度だけですからね、これだけは再現できないですからね、すいません、素晴らしかったんですけど、すいません、はい、それが次がお写真ありますか、なんか、はい、はい、はい、分かりました、はい、そして年が明けて、同期の先ほども言いました川井雪之丞の、ね、これが入団、はい、そして改名、はい、市川主演から川井雪之丞に、改名をした、そうです、ね、この時ね、花岡選手の妻ですね、はい、いい芝居なんですよ、はい、役ですね、僕は花岡選手で、お次が、一番左のお次が水谷愛子さんですね、はい、なんか素晴らしい、有吉佐和子さんのね、素晴らしい名作で、うん、何度もね、文学座でも上演されてますし、そうですね、はい、でこれは地方公演もされて、はい、あのついこの間、夏から秋まで全国回ってました、そう、地方公演の千秋楽に、ね、伺ったんですけど、はい、なんか電車を乗り継いで行って、あ、それが群馬の方に行かれた話、そう、なんか、うん、私ほら食べることにはお金かけるけど、自身とかにお金かけたくない人で、うん、鈍行でガーって、うん、もう乗り継いで、うん、浅草から900いくらで行ったの、すごいですね、あ、東武線ですか、東武とか乗り継いで、で行ったんですよ、そしたらなんかあの国定っていう駅があって、そこ途中にあるんですよね、そこのすぐ1個手前の駅で、なるほど、だから赤城山も見えましたしね、そこで国定中将いればよかったねってさっきのお話なんですね、それで、うん、あのお隣の席の方も、うん、あのそういうこういうのをおやりになってる方なんです、国定中次がもうあれなんです、当たり役なんですって言ったら、あら、私中次だったら何人でも誘ってこれるっておっしゃったからね、そこでね、中次ね、いつか、ね、いつかね、いつかはね、見たいですね、そうそうそう、赤城山見るとね、なんか血が燃えるんですよ、いいですよね、なんだか知らないんだけど、電車の中から見えました、はい、うん、あのキャンペーンでね、山頂まで行って中字の格好で、ね、さっきの刀のやつで、ね、うん、 あれで赤城山の山頂、まさか山頂あれ山頂なんですか、あの写真、僕も山頂行くと思わなかったんですよね、山頂途中にね、すごいですね、滝とかがあるんで、そこの辺であの、うん、不動の滝とかあの辺でキャンペーンされるのかなと思ったら、う
ぐん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 のあの登っていくわけですよ。え、それ車で？あのロケバスで。ロケバスで。で僕は中止の格好も前橋のあのあるとあるところでやって、であとみんなでバスに乗って、で全員で上まで登って、でそこからカツラかぶって。でこうやってやったんですけど、まさかね、本当の山頂なんですね。本当の山頂でやってしまったというね。だそれ以来もう本当に 赤城山見るともう、うわ国里修二やりたいっていう風に思っちゃうようになっちゃったんですよね。いやいいですよ、国里修二はね、ぜひまた、ね、たね、見たいですね、はい、でもこの花岡選手の次は何でしょうか。はい、すいません、じゃあ次お願いします。はい、お願いします。後にで1年飛びますね、はいはい、あ飛びますか。で1年で、はい、家族こまた同じ今年の、初春公演が山田洋次監督 の、今年の初春です、ね、家族はつらいよですね、はい、で僕は長男坊の役です、ね、それおさまいつけてるね、はい、あの黄色のパーカーを着ている、でこのこの役はあの西村さんが、そうですね、映画では西村さんが、雅彦さんが、はい、雅彦さんがおやりになってましたね。そうなんですよ、はい、それで西村雅彦さんの家族は辛いを見に行って、ちょっとあのなんか六郎さんとダブらせてこう見ちゃったりなんかしてたんですけど、で僕昔よく言われたんですよ、西村さんに似てるって、うん、あの西村さんが、なんか似てるところがあるのな、いくつも何系も、古畑任三郎のほら、あのちょっと冴えない刑事やったじゃないですか、はい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 、今泉さん、はい、あれに似てるってね、普段よく言われたんですよね。西村さんもちょっと親しくさせていただいてて、考えてみれば雰囲気も似てる、でもともと2枚目の方ですよね、非常に昔からね、僕もなんか歌もうまいの、歌もうまいです。そうなんですか、すごく僕は憧れてたんですよ、昔素敵な方ですよ、いつも大曲がりの花火一緒に見るんですよ、あ飽きたの、うん、そうそうそう、で、なんだっけな、この芝居は、はい、山田洋次監督 が演出ですよね、はい、そしてそのフラメンコにいらしてたんですよ。ああね、さっきおっしゃってた。そうそうそう、ね、なぜかというと、うん、この映画にあの、映画の主人公、この彼の、主人公あの女性の役はどなたがおありになったんでしたっけ？八重子さん。八重子さん、はい、じゃなくてこれはお母さんですよね。はい、お母さん。娘さんの役は、あ、娘の役はこの時は石原麻衣子さんが。そう。でその麻衣子さんの、映画はね。夏川。そう。リミさん、夏川リミ、うん、違います、ね、違います、リミさん、それは歌手でしょ、そうだ、あ夏川夏川ゆいさん、ゆいさん、ゆいさん、それで彼女がね、妄想でフラメンコを習いに行くシーンがある、あ、そう、そのシーンに佐藤さんが指導してる、あ、そうなんですか、そうなんですか、そう、それで監督と結構いろいろ監督の作品に結構、あのマリウスとかもそう、監督の作品だから、それでその流れで、うん、あの、あ、そうなんですか、天皇陛下のすぐ横で、あ、それはそうですよね、そうそう、監督が、監督だったらね、そう、そうなんです、あ、そうそうそう、石原さんがおやりになった役はあの役ですね、あの、そうです、こう昼寝をくってした時に、うん、なんか空想かなんかでこう、はい、なんかフラメンコかなんかをなんか、で空き巣に入られちゃうんですよね、そういう風景が出ちゃってね、はい、うん、そうそうそう、また僕の役がね、うん、奥様にストレスをためさせるという役だったんで、そう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 、本人はそうは思ってないんですけどね、で僕は大好きでしたねこの役、ねえ、はい、結構面白いね、あの舞台になってどんなになっちゃうんだろうと思ったけど、面白かったです。いや、しんどかったですよこれ、うん、もう本当に何だろう、笑わせたりとか喜劇っていうのはものすごい振り幅大きいんでね、うん、あ、そうですよね、笑わせるところともう突っ込んで芝居やらなきゃいけないところとかの振り幅が大きくって、これもまたやるというか、また多分やると思います、ね、はい、うん、ね、楽しかった、すごい、ぜひ次次回、はい、ぜひぜひ必ず見ます、はい、すみません、それが今年のお正月で、そうです、今年のお正月ですね、で、はい、そしてどうなるか、それでどうなったかな、黒とかで、はい、なんかでまたそれで先ほどのお話の黒とか、これは見ました、これはこれ、はい、つながりますね、三越ね、はい、ね、三越一生、はい、うん、そうそうそう、明智心をやらせていただいて、ね、雪の城が黒トカゲで、はい、うん、それはよかった、色っぽいの雪の城、色っぽいの、まあね、あのこれが先ほど言った、これ2回目バージョンですね、そうです、あの一番最初は分かるの、なぜかというと、自分で、あの自分の髪の地毛なの、さすが、でその前の時はあのカツラだった、はい、あ、そうなんですか、残切りのカツラ、はい、あのこのね、あの、うん、カツラギ心臓もそうですけど、はいはいはい、審判の立ち上げたら大体こういう残切りのカツラをかぶるのが多いんですけどね、うん、まあでもちょっと再演はあのおしゃれに、原作はチリチリパーマなんで、明智心が、うん、
ちょっとそれを、まあ、意識してやってみました。でこの後に二重面相があったんですか。いやそうですね、これの初演が去年で、うん、で今年の3月先ほど の家族はつらいよが終わった後、はい、3月に、池袋のサンシャイン劇場 で、ね、怪人二重面相、ね、はい、まあ、私と雪の城の、自主公演という形でやらせていただいたんですけど、はい、楽しかったね、あれもね。あ、その時に奥様が出会って、そうなんですよ、すごい楽しかった。いや演出の斉藤さんがなんか歌える人いないかしらっておっしゃってたんで、まあ、僕が家帰って妻に、うん、なんか斉藤さんがそんなこと言ってんだけどさって、うん、何気なく言ったら妻が出ようかって、うん、ですぐ斉藤さんに言ったら、うん、いいねいいねそれいいねっつってすぐその日からうちの妻に当てて書いてくれましたけどね、うん、はい、素敵でした。そう、なんか宝塚時代を思い出してしまった、うんまあ、歌ってね踊って、うん、そう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 、はい、男役っぽいシーンもあったじゃないですか。そうですね、はい、ね、まあ、それからの今年の再演のこれは黒トカゲの写真ですね、ですね、はい、この後再演で、はい、これはちょうどタンゴを踊った後かな。あ、そうですね、はい、タンゴを踊ったんですよ、うん、この間北千住の海の上のピアニストは歌も歌ってらしもらって、あら、すごい、でラップもやっちゃったんですよ、ね、いかがでした、拍手が拍手が湧いてます。いやもうね、もう本当にもう自他共に認める大音痴なんで、えどうし、本当に音痴なんです僕、えすごい音痴なんですよ。そうなんですか。もうカラオケ行っても外しまくるしね、なかなかの乗れないっていう、だから縄跳びの大縄跳びに入れない子供みたいな感じなんですよいつもね。だから大変でしたよ、生ピアノ生演奏での歌だったんで、で、まあ、邦楽ならなんとなくついていけるところはあるんですけど、もう洋楽だったんで難しかった。ラップも難しいですね。難しいですよね、ラップもやったんですね。ラップもやったんですよ、す北昇さん、北昇さんと二人でね、うん、掛け合いでやったんですけど、非常に北昇さんは共演されていかがでしたか。びっくりしましたね、ものすごい頑張り屋だし、うん、もうなんだろう、うん、一瞬の隙も与えないぐらいもう役に没頭してる、うん、びっくりしましたね。すごいですよね、あの人何も稽古せずに入ったんですよね、はい、宝塚に。そうらしいですね、たまにそういう方っていらっしゃる。こちらの奥様はもう、ね、いろいろ、うちの妻もそうらしいですよ。あ、そうですか。そういう方っていらっしゃる、お稽古しないで、うん、はい、なんかだからなのかな、うんうん、そういう人がね結構トップスターになるの。そうなん、僕も何もしないで歌舞伎に入りましたから。あ、本当に何も何にもしないです。もうその、そうなんですか。日本舞踊もしてないし、三味線も鳴り物も、あと見たことがないですね、歌舞伎を見たことがなくて、17で。なんで入ったんですか、見たことなくて。もともとね、千葉真一さんや真田広之さんが好きで、ジャックに僕中学の時一回入ったんですよ。自分で勝手に受けに行ったんですよ、東京まで。そうなんです、豊島園で。じゃあアクション好きなんですね。アクション大好きで、僕新潟なんですけどね、生まれが、まあ、市内はそんなに積もらないんだけども、うん、何年に1回か結構大雪が降る時があって、そうするとまあ、グランドがなんか雪かきすると校舎の横にね3メートルぐらいの雪の山ができるんですよ、はい、だから屋上に行って飛び降りるんですよね。屋上に行ってね空中回転しながら飛び降りたり爆宙して飛び降りたりとか、ね、うわ危ない。今考えたらゾッとしますよ、ね、じゃあもうとあのなんていうかその研修所とかでトンボとかそういうのはもう全然もう目じゃなくてすぐできちゃった。トンボだけは入って1日目でできました。そんな子いない、そんな人いないでしょう、ね、いないって言われました。あ、はい、すごいね。自慢タイム、自分タイム、タイム。そうなんですか。1日でじゃあ本当は体操の選手とかやってもよかったんですか。だから体操の選手やりたかったんですけど、うん、あの体が大きくって美しく見えないんですよね、背が高いからですね。そうなんです、うん、あとバレーとかもよかったかもしれない。あ、バレー、バスケットは得意でした。バレーって違う、あ、バレー、こっちのバレー、踊る方、踊る方、白いタイツを履いてる方、なんかかっこいいよ ね、似合うと思います。バレーとかやったら、ね、でもそれでね、あのジャックが好きになってから時代劇を見るようになって、うん、で時代劇俳優になりたくって京都に来たかったんですよ、その時。うずまさにジャックはすぐ辞めちゃったの。ジャックはだから行かしてくれなかったんです。受かったんだけども、うん、それ高校ぐらい行きなさいっていう、やはり両親に怒られて、うんうん、で、あの高校は行ったんですけど、もうどうしても京都に行きたくて、でもう高校も行かなくなっちゃうんですよね、うん、で、なんか中高校ってなんかあれですか、あの引っ越しとかされたんですか。そうなんです、途中で高校、なんか高校が2つ書いてあるから。そうなんです、うん、あのちょっとまあ妹が病気でまた話す長いんですよ、うん、ねえねえねえ、明日の5時まで放送しなくちゃいけなくなっちゃうから、ね、できないんですけど、ね、まあ、ちょっとあの高校もあの途中で転校して、うん、で東京に近くなったんですよね、新潟から群馬に、
はい、あ、群馬で卒業なんですか。群馬で、だからそれもまた赤城山が見えるところでね、あ、なんかでも住んでたことがある、ね、縁があるんです、ね、じゃあ最終学歴は群馬ですか。群馬なんです、あ、群馬の安中高校っていうところなんですけどね、安中、はい、あ、見えますね赤城山ね、はい、うん、ちょうど僕は高崎の観音様の、うん、観音さんの中腹に住んでいて、で家、あの朝起きてパッとカーテン開けると目の前に赤城山が見えて、こっち側に榛名山が見えるっていう、そういうところでちょっと1年間過ごした。高校の途中までは新潟なんですか。そうです、高校の1年の3学期まで新潟にいて、で15、そうですね、15になったばかりですかね、16になったばかりで、で高校出てから研修所入ったんですか。いえ、高校ももう、うん、新潟の時も群馬の時もほとんど行かず、うん、もうなんかバンドやったりとか、うん、なんかそんなこんなで、うん、ふら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 していたら、うん、うちの母親が、うん、あ、やっぱりこの子は やりたいことをやらそうがいいのかしらということで、時代劇をやりたいんだったらあんた歌舞伎を勉強しなさいっていうふうに言われて、第9期歌舞伎俳優養成所のこういう新聞の広告をバッてうちの母親が持ってきたんですよ。たまたま、たまたまで、僕見たこともないし、まあ歌舞伎って聞いたことあるけど見たことないけど、あ、時代劇のそういう所作の、うん、まあ、勉強にはなんのかなっていう風な感じで、うん、東京にそれで16の17かなの時に出ました。お母さんありがとうって感じ、この人をよく導いてくださいましたみたいな。みんなそう思ってらっしゃいます。でもね、それでも研修期間2年間だったんで、うん、終わったら京都に行こうとは思ってたんですよ、うん、歌舞伎俳優にはならずに、うんうんうん、で歌舞伎にまあでも入って、まあ、とりあえず研修期間でいただいた奨学金をすぐ辞めると返さなきゃいけないっていう、まあ、そういう規則があったんで。何年間やればいいんですか。3年間、はいはい、卒業して3年間歌舞伎俳優でいたらあの奨学金はあの和屋になるから、うん、まあ、そうしたらじゃあ学校に行ってる間は少しお小遣いもいただけるの。そうなんです。だからお小遣い奨学金いただきながらあの人間国宝クラスの人ばっかりの先生ですよね。すごいですね。で今考えるとよだれが出るぐらい、もう僕今行きたいみたいな。それ通って2年間通ってる時はじゃあ、はい、もう生活できるぐらいのお金は。いやでも生活はできなかったです、うん、やっぱりできなかったから。バイトとかしてらしたとか。六本木のお寿司屋さんでずっとバイトしてました。へ、はい、だから研修所が終わると、うん、国立劇場から有楽町線と日比谷線で六本木に行って、うんうん、でお寿司屋さんでバイトして、またそこのお寿司屋さんがね、六本木のど真ん中にあってね、うん、今はないんですけど、うん、お客様が先代の團十郎さん、うん、先代じゃない、12代目團十郎さん、うん、亡くなってこの間亡くなった勘三郎さん、当時勘九郎さんでしたね。 あと藤間の五宗家、うん、あとは野球選手だったら、このダメだな、あんまり言っちゃったら。でもいいですけど、五宗家って亡くなった五宗家でしょ。亡くなった五宗家です、うんうん、でもとにかくすごい、あの、そうです、すごい方たちが来る、まあ、あとはもう芸能人の方、ちょっと名前は出せませんけど、はいはい、今行った方はあのどっかで僕行ったことあるんで、まあ、名前出させてもらったんですけど、あとはもう、うん、名だたる著名人の方、政治家、うん、もういっぱいいらっしゃる、すごいお寿司屋さんで、僕カウンター係だったんです、まあ、17だったのに。まだ何も知らない、右も左も分からない小僧っ子がね、すごい話聞けるわけですよ、うん、カウンターで、いいですね、カウンター係だった。まあ聞かないふりしてましたけど、その後に中村屋と共演するとは思わなかったでしょ。 それでその卒業してね、すごいですよ。そう、卒業して僕新橋演舞場で若手の奏で本中心グラン投資だったんですよ、うんうん、はい、で僕3段目の道行きの花予定っていう、まあ、トンボを変える、うんうん、あれですよね。で勘九郎さん、あ、勘三郎さん、のりあきさんが、うん、カンペやってらっしゃって、うん、で僕はかかってたんですよ、お稽古場で、うん、まだ昔の松竹の本社の7階のお稽古場で、うん、僕見つけて僕の顔を見て、でまた僕はいいとこやってたんですよ、一、うん、人がかりっていうね、まだ入ったばっかりなのに、うん、あれ、あんた六本木のお寿司屋さんにいたよね。お寿司屋さんにいた人じゃないって、うん、覚えてらっしゃったんです、僕の顔。すごいですね。そうなんですか。それがまた歌舞伎に役者になって初めてそこで、そうなんです、あってから、だって本格的にも共演してるじゃないですか。それでそれから20年後ぐらいですかね。でもよかったですね、ご生前に共演できてね。のりあきさんの相手役にしていただいたりとか、ご自分で赤坂のアクトシアターで赤坂歌舞伎初めてやるときに、ちょっとこの役出てみないっていう感じで誘っていただいたりとか、うん、で今ね、そのお姉様の栗子さんとご一緒してるから、やっぱりなんかご縁があったのかなっていうのは、ね、はい、つながってるんですね、思いますね。あ、そうなんだ。そのお寿司屋さんのことを覚えててくる、うん、よくいらっしゃってた、よくいらっしゃってました。そんなになんかいいお寿司、なんか美味しい、美味しいです、美味しいですし、老舗でしたから、いろんな、本当に、なくなっちゃったんですか。なくなっちゃったんです、多分大将がお辞めになったから、
一代でもうもしかして有名で、はい、なんかソフィア・ローレンとかも来てたところ、多分そうだと思います、ええ、私の友達もそこなんかすご、はい、なんか今度連れてってあげるって昔言われた気がする、はい、でも10年ぐらい前まではあったんじゃないですか。10年ぐらい前までありました、ね、ありましたでしょ、はい、あなたソフィア・ローレンが来るのよとか言われて、あそこですねきっと、すごい店でしたよだって来る人来る人僕知ってるんですもん、顔見たことある人ばっかりが入ってくる来られるから、どんなお寿司屋さんなんだろうと思いましたよね。じゃあ寿司も握れます？いやいやいや、さすがにでも本当に裏で、ちょこちょこっていろんなもん教えてもらってやったりとか、でまかないがやっぱりいいですねお寿司屋さんはね。だから食べ物のそれまかないがあるから食べ物のところにアルバイトしようと思ったんですけど、はい、でお住まいもその辺だったんですか？いやいや、住まいはね東池袋、それこそこの間サンシャイン劇場のすぐそばで、なんか家賃が1万いくらでね、アパート、そうです、アパート、うん、もうトイレ共同、うん、でお風呂ない、うん、でも入ったその日に、3畳と4畳半の二間で、うんうん、3畳の方の畳が抜けちゃって入った瞬間に、長い間誰も使ってなかったんですかね、多分なんでしょうね、腐ってたのかな、ね、あのそこから木の差しで、ね、そこからストーリーが始まった、山手線のすぐ横なんですよ、で通るとね震度3ぐらい揺れるんですよね、うん、それぐらいのところからスタート、じゃ結構もう夜中までもう、はい、寝られない、だって寝る、本当は寝るだけでしょ、もうそのバイトしてたり疲れても、はい、トンボ切ったりなんでして研修して、はい、ね、寝るだけです、寝るだけですね、で朝も早くからあの洗うんですか、はい、そうですね、あの研修所早いんですか、あの学校と一緒です、はい、早い時間からで結構年齢差があるでしょ、みんな一番、そうですね、あの一番上が当時24歳で一番下が15歳だったので9歳、約10年ぐらいの、そうですよね、感覚がある、はい、あの今日これからあの羽子板市にね、あの年の市に、はい、あれですけど、あの沢村美月さん、あの、はい、原島とか羽子板店の原島さんは後輩、後輩です、10期です、年は上でしょ、年は僕より上です、だって、はい、あの中央大学法学部を出てから、うん、そこから、そうですよ、あの歌舞伎のお勉強に入った沢村田之助先生にね、あのご指示されて、はい、であの昔中央大学の頃に、あ歌舞伎に入った頃だ、歌舞伎の研修所の頃に鑑定流一緒に習ってたんですよ、そう、だから私先生下手くそで、彼すっごい上手くなって、ものすごい上手いんですよ、上手いんですよ、ね、同じ先生、小坂先生って、もう本当に歌舞伎座全部書いてらした先生が、うん、うちのすぐ横に住んでたの、でそこにいらしてたので、すごい上手いなこの人とか思ったら、なんかあの小坂先生もすごい目をかけてらして、あの熱心だから歌舞伎のお話とかされるんですよ、そのあのこの字は妹瀬山って言ったら、この芝居はねなんつってお話しする、だからすごい熱心に聞いてらっしゃるし、全然私なんかなんかもうなんかお習字の小学校のお習字の先生に習ってるみたいに下手くそで本当に上手で、今はあのご商売でもあのちゃんとお客様にお名前とかも書いて、そうなんですか、そう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 、何々ちゃんとか何ですか、あのあの子供が生まれ、女の子が生まれると羽子板買うっていうじゃないですか、あ、はい、でなんかお名前とか入れてくださったりとかして、本当すごいですよね彼は、うん、そう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 、もうあれないんですか、このさっきのこの画像は、画像はまだ最後がありました、最後が、はい、最後がね、そこがね日本橋に行くと思うんですよ、あもうそれ見たみたい、そうなんですよ、そう日本橋の、うん、じゃあすごい素敵な最後の、はい、あれなんですけどね、これも話したあれだし、時間がどんどんなくなって本当になくなって、宇田川さんなんかなくなるか、ちょっと私も早めにこれを、そうですね、これがね、これがすごい素敵で、はい、うん、あの、ね、これが今回の日本橋の、はい、日本橋は2度、あの新橋では2度目なんですよ、はい、2度目です、2度目なんですけど、はい、前回まだ市川團次郎だったんでね、はい、まだ歌舞伎俳優だったんで、美しいですね、はい、本当美しい、2人とも美しい、これはあの何を持ってらっしゃるの、これはね、お香の方はサザエとハマグリを持ってるんですね、あだこのチラシもこれ、はい、もね、サザエですね、うん、まあ、これが縁でこの2人は出会うことになるんですけど、それで、はい、それで持ってるらっしゃる、まあ、僕もその前にあのこのサザエとハマグリをお雛様に備えたものを北条絵で塩入りの川に落とすんですけどね、一国橋の上から、でその後こう僕が何を落としたんだと勝野さんの演ずる純さんに咎められているところをお香が助けに入ると、楽しみですね、はい、楽しみですね、うん、ね、それであのあれなんです、あのもうあのそうそう、ね、もう大速報なんですけれどもですね、あの実はね浅草の、はい、あの浅草会って第1回が今年、じゃあ大丈夫です、
第1回がね今年ねあの行われました。あこれこれでいいですかね。それでねここのあのカメラをお願いします。手元カメラお願いしたいんですけど、すいません。で第1回があどうですか。あ映ってますか。あちょっともうちょっと行きましょうか。あいいかな。どうですか。ちょっとなんか大丈夫大丈夫。タイムラグもいいのタイムラグがあるから。第1回があの今年の4月に行われたんですが、はい、第2回が決定いたしまして日にちも決定いたしましたが特別ゲストがなんとイエーイ北村六郎さんなんですよ。もう、はい、もうあの皆さんぜひねあの浅草会で浅草の芸者さんだけでなくね、うん、向島芸者さんとね、うん、あと八王子芸者さんとね、はい、あと浅草の宝冠ってもう浅草にしかないんですって。そうなんです、うんね、で浅草宝冠総出演でね、うん、あとはあの振袖ガールズっていうね、はい、新しくユニットを組んでねいろんなあのお嬢さんたちが一生懸命あの、京都の舞妓さんを習って日夜あのお稽古してる人たちがいましてね、うん、その彼女たちと、共演していただくという。で浅草一のあの踊り手でいらっしゃるね、さよこ姉さんっていうね、うん、姉さんとのね、あの、相舞踊も、これは楽しみだな。一人、一人で。楽しみですね。ありますのでね、ぜひね、皆さん、あの、いらしてください。浅草会をね、うん、あの、4月の24日、水曜日。これもね、大変なお稽古の、きっと、5月のお芝居がもう決まってますもんね。はいはい、5月はあの、藤山直美さんと大阪の松竹座で、ね、笑う角には福来たるという、はい、吉本清の、はい、吉本興業の創業者のお話なんですけど。そうですよね。だから大阪でお稽古やってます。うん、だから1日これ1日で帰ってきます。そうなんですよ、はい、これのために大変。そうですよ、はい、誰かご了承した80代のおばあさんがいますよ。あ申し訳ないですね。いえ、とんでもないです。え、楽しみです僕も、うん、あのね、非常に華やかな。でもぜひ見てみたい。もうね、はい、ちゃんとね花道もきちっとなってね、はい、なんかもう本当あのあれですよ、素敵な会になると思います、はい、今年はゲストがね、もう皆さん見に来ていただきたいなって。で、素踊り自体僕すごい久しぶりなんですよ。そうですか。3年か、いやもっとかな、4年ぶりぐらいかな。あの第1回はあの市川九段でした。あ、九段でした、はいはい、うん、楽しかったです。なんか面白かったです、ね、ちょうどライズアップのあのグイーンが出た時だったんです。出た週で、だからライズアップの九段寺ですとか言っちゃったらもう会場まで、はい、お受けしてましたね、うん、あのムキムキの写真が。僕もなんか出ないとな。でもライズアップは必要ないですもんね。必要ないから。あ、もう時間があまりなくなっちゃった。そうなの。そうなんですよ、うん、大変ですね。じゃあ日本橋はじゃなくてその笑う角は東京でもやるんですよね、はい、あの7月に新橋演舞場でね、はい、ってことは、日本橋があってで、その大阪ですか次は、はい、まあ、その間に、まあ、何か公演がもしかしたら入るかもねかもしれないって感じです、はい、そうですか、はい、楽しみですね、はい、今年楽しみです。で私の希望としていたしましては今年の12あの超極悪なあのなんか悪党が見たいな。悪党が見たいな。そういう役をやっていただきたい、うん、ということですね。それでね、あとこの間の犬神家のね、うん、あのあお写真ちょっと出し忘れちゃいましたけど、うん、犬神家の再演を望まれてる、あ、今日のギャラリーの皆様はあのファンの皆様は犬神家の再演を。あれでもよかったですね、うん、あの映画とはねまた違うちょっとテイストっていうか、ね、うん、よかったです。なんか素晴らしかったです。セリフ大変だったでしょ、あれもね。金田一耕助はやはり謎解きをしなきゃいけないですからね、その謎解きのセリフが非常に大変ですよね。ずっと一人で喋ってますからね、うん、間違っちゃいけないし、そういうプレッシャーがあるから、うん、結構疲れましたけど、うん、でも楽しかったですよ、うん、髪の毛は大変でしたけどね。毎日シャンプーがもう嫌で嫌でね、もうしないわけにいかないですしね。もっと長かったですもんね。これでも半分切ったんです。切ったんですか。なんか、あ、切られたんですね。そういう残念ながら、もっともっとお話伺いたいんですけども、早い時間はあっという間なんですよ。早いもう、はい、ね、時間あっという間です。皆さんあのこれからあの今、はい、あのダマでご覧になってる方ね、はい、羽子板市の似顔絵コーナーにこれから参りますので、はい、ぜひあのいらしてください、はい、本日のゲストは劇団新派、はい、北村六郎嬢、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫です、いてください。こんな感じで、こんな感じで、あと何秒です。